みなさん、やっさーやっさー、ツインボーカルユニットやっさぐれないとのゆみとゆうとでございます。どうもやっぱりどうもなんじゃ。どうもでいいんじゃない。あ、そう。その前にだってやっさって言ってるやろ。まあね、あ、なんかおじいちゃんみたいだよそれも前回言った本当だね、はあ、前回言いました。デジャブ。デジャブじゃないそんなこんなで、はい、9月5日月曜日夜11時から放送、ミッド FM761 やさぐれナイトの今夜もやさぐれチャイナ第293回目がオンエアです。あのさ、ちょっと俺一個聞きたいことがあるんだけどさ、はい、うん、何？先週一人でやったじゃん。先週、あ、そうだね、うん、あ、そうだねじゃねえよあ、そうだねじゃねえそうだったね、そんなこともあった。一人で応援した時にさ、俺一応ラジオ聞いとったのよ、うん、聞いとった？聞いとった。ほんと、うん、なんか言っとったね。なんか言った？うん、ほんと？また無理難題言ったよね。なんか言ったかな。なんか俺が聞いたとこよ、はい、夢だったらごめんな、うん、リクエストいただいたじゃん。いただいたね。フライドプライドのリバーサイドホテル、うんうんうん、はい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 、うん、なぜ俺を巻き添えにしたいいんじゃない。オンエアでね、皆さんも聞いたと思いますけどオンエアで、あ、そうだね、まあ、リクエスト曲ね、うん、愛知県にお住まいの若さんからね、はい、フライドプライドのリバーサイドホテルをリクエストいただいたんですけども、はい、若さんがね、うん、いつかゆみさんに歌ってほしいなっておっしゃってたじゃん、うんね、うんうん、そしたらさ、うん、自分が歌えばいいじゃん、うん、なぜ俺のギターが必要。いや、やさぐれでやった方がいいかなと思って。あ、そう、うん、じゃあ俺ちょっといいじゃん、またあのカル君に弾いてもらうけど、ユートがエアギター。エアギター。ああ、そういうこと。いい、俺じゃあもうギターレッスン習い行くわああ、そう、うん、リバーサイドホテルだけを練習するために。ああ、そう、うん、あぶぐ銭を払わさせていただきますわ本当。はい、ということで ね、もうユミちゃんが言ってしまったし、今日も言ってしまったのでね、うん、やらざるを得ない状況にはなってきてますので、はい、ちょっとやってみますやるんだ本番ね。外でなんていうの、本番としてね、うん、みんなの前でやるかどうかはまた別として、別としてね、うん、はい、ちょっとやれるだけのことをやって、もし発表できるようだったらやってみようかな、うん、するんだね、うん、へー、ということでね、はい、9月5日月曜日のオンエアですけれども、はい、うんうん、まず第1週の月曜日は、はい、やさぐれナイトが先月行ったライブね、うん、そのライブのレポートをお届けするやさぐレポートのコーナーですけど、やさぐレポートじゃねえわ、やさぐレポートは人のライブ行っただけだな、ごめんなさい、すいませんでした。振り返る。そう、やさぐれナイトのライブの振り返りということで、まああの YouTube の方にも直近で撮ったやつ流してますけれどね、またちょっと違う視点でっていうところでお話をしようかなっていうところで、でそのライブのね直後の模様はね、ここら辺に出しておきますんで、もしよかったら見てみてください、うん、ね、8月21日か、8月はな、はい、東急ホテルの35周年記念イベント、うん、ノスタルジックライブ&ハイティー、うん、っていうことでね、はい、35周年の大事なイベントに、うん、うちらやさぐれナイトがねご依頼を受けて、ね、うん、ご来場くださるお客様方に35年前の曲をお届けしてくださいっていう ね、ご依頼を受けて行ってきましたけれども、うん、35年前っていうと1987年だね、うん、ね、そうだね、あ、まあ楽しかったんですけどもね、その模様はまたオンエアの方でね、はい、9月5日月曜日ですよ、夜23時から、うん、ね、オンエアの方でお伝えさせていただきます、はい、それともう一つ、うん、8月28日日曜日にね、はい、うん、名古屋市千種区のジャズライブスターアイズさんで開催したやさぐれナイトのワンマンライブやさぐれパーティー、う
でしたけどね、これもね、サポートギタリストカル君、サポートドラマジョナサン、そしてやさぐれナイトツインボーカルでね、お届けしましたけど、まあこれも楽しかったね。楽しかったね。まあ今語りたい。まだね余韻残ってる。そうだね。程よい、なんていうの、疲れ、倦怠感、ライブ終わるとさ、しばらくちょっといい意味で放心状態にならん。そうだね。なるね。でしょう。なんでね、今たくさん喋りたい。たくさん喋ったらダメです。ダメ、はい、ということで、じゃあオンエアの方でねぜひたくさん喋らさせていただきますので、はい、その2つのライブの、ね、振り返りをさせていただきますので、はい、お楽しみに。お楽しみに。そして今夜のリクエスト曲は、愛知県にお住まいの、あ、愛知県大府市だね。お住まいの、いつも突っ込まれてるね。愛知県大府市にお住まいのラジオネームけんちゃんさんより、浜田翔吾で夏の終わり。おー、浜翔ね、夏の終わり、へえ、秒歌秒歌ね、やさぐれナイトのオリジナルに秒歌っていうのがね、はい、5月にできたばっかりのね、新曲があるんですけども、それこそ夏の終わりの歌っていう感じ、ね、そう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 、秒歌って気変に少ない夏って書いて、秒歌って読むんだけどね、もうダイレクトだね、浜翔さんね、夏の終わり、いいな浜翔、いいよ、まあ楽しみに、はい、俺聞いたことあんのかな、新しいのかな、いい、ね、古いと思う、あ、本当、聞いたことあると思うよ、あ、俺結構浜翔大好きでカセットいっぱい持ってた、カセットって古いね、なんでみんなダビングするやろ、テープ伸びちゃうんだよね、そう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 で鉛筆でこうやって巻くんだよね、多分今の20代のことが知らないよ、ああそういうこと ね、はい、まあ楽しみにね、しておきましょう、そして、やさぐれナイトが独断と偏見でお届けするやさぐれジュークボックスはゆうとの担当です、はい、オイラが担当ですけれどもね、まあオイラの担当の時は、もうまだ続いてるんで結構長く続いてるよな、そうだね、ゆうとがやさぐれナイトのライブでカバーさせていただいたその元曲をね、お届けしようということで、今回は安全地帯のジレッタイをお届けいたします。ほやほやだね、ほやほやでしょ、ね、なんだろうな、エロいよねこの歌詞ね、そうか、まあじらされてるわけだから男性が、あ、男性が、そうよ、そうなの、違うの、そうよ、どうでも取れる、まあどうでも取ろうと思えば取れるわな、まあこの前の俺がジュークボックスでやったスターダストレビューの追憶であったりとかな、そうね、あれはもう女歌やけど、まあどうとでも取れるよね、まあでも本当今まで俺安全地帯であったりとか玉置浩二さんの歌ってどっちかというとゆみちゃんがカバーする方がね、多くて、ね、そうだね、俺が多分カバーさせていただくのはデュエットとしてはあったけれど、単独でカバーさせてもらうのは初めて、そうだね、まあそこら辺のいきさつも含めてね、ちょっとねお話をさせていただければなと思ってますんで、そちらの方もお楽しみにしておいてください、ということで皆様お待たせいたしました、9月一つ目のキーワードはゆみちゃんなんですか、一つ目のキーワードは、ターコイズブルーのタ、おー、ターコイズブルーね、綺麗な青だよね、そうだね、あの一時期流行ってたじゃん、まあ今も流行ってるのかもしれないけど、インディアンジュエリー、とかでターコイズね、結構ターコイズ、あの青のな綺麗な、あれが流行ってたな、流行ってたね、俺も持ってた、俺はどっちかっていうとブルーよりも白、白ね、どっか行っちゃったんだよな、どこやどこ持ってた、だからそうだよ、どっか行っちゃったんだ、そう、どこの女性の家に置いてきたのかあ、定かじゃないのよ、で忘れたって連絡できないでしょその人に、なんでうちじゃないわよって言われる、あ、そう、他の女じゃないのっていうのがあるから、あ、ね、まあまあ誰かが言ってくるまでちょっと待っとこうかなと、
出てこんだろうねっていうか、これこんなこと言ってたらみんな本気にするよね。そうだね、うん、そうと思うよ。え、そう思ってん、うん、だってこの間もライブやった時に前の若い子たち真に受けてたしね、ゆうとの話。何の話だった、何だったかな、なんかダメだよ本気にしたらっつって。あ、おねえな。そう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 、ゆうとがね、急に俺ライブ中の MC で、そう、たまにね、なんかのスイッチで、おねえになるのよ。今もなってるけどね、なるのよあと飲んでる時とかもな、ね、うん、相手によってはおねえになる時あるよな。あるね、うん、何なんだろう、あのおねえに。びっくりしてた、あ、そうなんだって言ってね一番前にいたあの若い二十歳ぐらいの女の子がね、うん、そうなんですねみたいなね、うん、本当にね、もうもしかしたらそういう毛があんのかなって思うけど、うん、俺基本的にやっぱ女子大好きで、あ、そう、男子が嫌いっていうわけじゃないよ、男子が嫌いなわけじゃないけど、恋愛対象には男子は絶対ならないから。あ、そう、でも茶色い声援あの大好物って言って。そう、茶色い声援な、ゆうとっていうな、ライブ中になんだろうな、男性の方がああやって声援してくれるの俺は嬉しいのよね、女性も嬉しいですよ、女性も正直嬉しいけど、やっぱりなんて同性からそうやって言ってもらえるのってあるじゃん、嬉しいね、嬉しいね、でしょ、うん、嬉しいね、女性からゆみちゃん可愛い、今日綺麗だねって言われると嬉しいじゃん、かわ、うん、そうだね、男性から今日可愛いねゆみちゃんって言ったらちょっと下心あるんちゃうんって言ってさ思うじゃん、ゆみちゃんどっちかって言ったら。ああ、どっちかって言うとね、思わねえだろ、うん、うん、ありがとうございますだろでもなんかやっぱ茶色い声援っていうかね、わざとそうやって言ってるけど、うん、やっぱ嬉しいね、同性からもそうやって、そうだね、うん、ありがたいよね、あの冗談でもね、うん、そういう風にやってもらえるっていうのは嬉しいな、ね、うん、かまってもらいたいからな、うん、そう、うちらどっちかっていうとかまってちゃうんだもんな。そうです、そうです、うん、そうなんです。なんでライブ中はね、本当にお客さんとこうやって話をしながらね、うん、そういうのが大好きなので、楽しいよね、もし皆さんもね、はい、やさぐれナイトのライブに来るような時があればね、うん、ぜひともかまってください、うん、ということで、はい、9月一つ目のキーワードはターコイズブルーのタですんでね、今月は4回月曜日があるので、はい、合計8個のキーワードね、あのオンエアの9月5日のオンエアの方で2つ目のキーワードっていう風な形で、ね、YouTube とオンエア、 YouTube とオンエアっていう風な形でやっていきますんで、はい、しっかりとメモしておいてください、よろしくお願いしますということで、9月5日月曜日夜11時から放送、ミッド FM761やさぐれナイトの今夜もやさぐれちゃいなをお聞き逃しな。泣く泣く。それでは皆さん、今夜もやさぐれちゃいな。チャンネル登録よろしく。